皆さん、サッカーのブラジルワールドカップ見てましたか？ものすごい試合でしたね。ドイツが優勝しましたが、あら、大興奮ですよね。もうあれ7年前なの？はい。ということでね、7年前のブラジルワールドカップを引っ張り出してきて何言うてんじゃんってことなんですけども、なぜね、そんな話をしたかというと、これなんですよ、これ。ブラジルワールドカップの時に出てたコーラなんですが、これね、未開封で置いておいたんですよ。はい。そしたらね、もうね、こんな感じになってるんですよね。しかも、なんか、色合いが薄くないですか？昔のコーラこうだった。いや、違う。絶対にね、色がね、抜けてるんですよね。これ、新しく買ったコーラと、これ、7年前のコーラ。これ、明らかにね、もうね、薄い。なんかね、ゴゴティーみたいになってるんですよね。で、今回ですね、こちらの方の、7年前のコーラが、どのような感じになっているのか、ちょっと、開封して、飲んでみましょうか。それでは早速、こちら普通のコーラでございますよね。今買ったばかりのコーラ。おー、はい。ではちょっとこちら入れて。はい。あ、こう見たら薄いかな。はい、こちらです。こう開けるのも怖いんやけど、これがじゃあ7年前のコーラでございます。これこれ開けれるんかな？わからん。大丈夫やね。炭酸あるんかな？おー、シュワッとも言わない。そして、こちら、へこんでるところが戻らない。四角くなってる。泡立ちも何もない。はい。やっぱり色合いが違いますね。こちらが今の買ったばかりのコーラと、こちら7年熟成コーラでございます。ちょっと普通のコーラやっぱりいただきましょうか。あー。コーラやっぱり喉にくる感じがいいですね。でこちらが7年熟成ですね。いやこれ匂いがもうあかん匂いがしてるよ。あ、これ飲み物なのに腐ったような匂いがしてるわ。これちょっとまあけどちょっと言ったから口に入れようか。まあ、とりあえず飲みましたけど、なんか匂いはね、ちょっとどことなくね、カビ臭い感じがありますね。炭酸はね、全くね、ございません。いや、なんか気持ちよく飲めねえな、これ。ちょっと普通のコーラで流しておこう。なんかこう、単なる甘いドリンクというだけかもしれませんが、やっぱり7年前と聞くと、あんまやっぱりね、心地よくないですよね。ということで皆さん、やっぱり、形がね、あんな風にひしゃげるまで置いてるコーラっていうのは、飲むべきではございません。はい。ということで、今回はね、7年熟成のコーラをいただきましたが、飲んでみるとね、単なる甘いだけの炭酸のない飲み物という感じでした。で、もちろんね、賞味期限の方が切れてますので、これがね、飲んでいいのかどうかって言ったらすごい難しいところなんですけども、これからね、何時間後か、ボンシュールの体がちょっとどうなってるかっていうのは、エンディングのテロップの方に、流したいと思いますので、エンディングの方も皆さん、どうぞ、見ておいてください。